そうで、じゃあ話す。卒業発表をねさせてもらいました、今日の昼に。そうで、公式で発表させてもらったんやけど、公式サイトで。で、なんか、って書いてたと思うんやけど、ずっと前から決めててみたいな、ずっと前、なんて書いたっけ、ずっと前から卒業のことは考えてましたみたいな感じで書いたと思うんやけど、そう、ずっと前から考えとって、マジね、3年前ぐらい、リアル3年前ぐらいから考えてて、で、やっあのーででもずっと考えとったから、でもう今日発表することも決まっとったから、って決めとったから、今日発表しましたって感じですね。別に今日っていう、なんで今日だったかとかはないんやけど、とりあえず早めに発表したくて、で早めに発表できるのが今日だったから、今日発表しました。で、なんか早めの方がいいかなと思って、なんか昼の12時半に発表したんやけど、3年前から今日発表するのは決めてない。3年前から卒業のことを考えとって、で、でこうじわじわね、何から言おう、なんか、クカちゃん前に辞めないって言ってたのに、そりゃそうよ、それはだって、なんかさ、お話し会があるたびにさ、こう「クカちゃん辞めないよね」みたいな、クリアのコメントで「いや辞めるわけないやん」とか言っとったよね。それはそうないけど、そういうことです。でも、卒業後はなんかそんな、もうみんなの前から消えますみたいな感じではないので、みんなが見れる機会は、何？そういう、なんていうん、ほんまに将来何するかとかは決まってないけど、そういう、こういう芸能活動というか、芸能活動っていうんかな、でもそういうみんなが見れるようなものは残すというか、そういう活動は続けていく予定なので。でもね、ほんまに別に何か次の仕事が決まってますみたいな、がっつりのなんか、それはないので、これからギャルになるのやって、ギャル、クガちゃんが幸せならそれな、それなって自分で言うなよ。そう、まあ公式サイトにも書いたんですけど、公式サイトには、思ってたようなのじゃ、思ってたような、なんて書いたっけ、思ってたような感じじゃなかったって思い続けながらやってましたって感じで書いたじゃないですか。で、まあそんな感じなんですけど、髪染める。 そうね、なんかこう、私もともと歌って踊ることが好きで、シティーに入ったんやけど、こう、なんやろうな、やっぱりこの
むずいな。こうやっぱりこの髪の毛全部抜けそう。抜けるな。歌って踊ることが好きで入ったんやけど、そればっかりではないやん、この活動って。なんかそればっかりではない、ちょっとむずい。やっぱ握手会とかさ、握手会の売り上げとかで決まったりするやん、いっぱい。そう、だって結局なんか人気がある人がこう上に上がっていくやん。でそれはもちろん分かるし、やっぱそういうのが得意な人が上に行くやん。でめっちゃ喋り方アホっぽい。うわ。でなんか私はもうそういうのが苦手なんですけど、まあ向いてなかったというかね、向いてないって分かっておりながら、まあ活動ね続けてたんですけど、なんていうのな、だからそういう感じですね。どういう感じ？そう、そうね、私がそういうの苦手やから、私がその私のあれがこういうのに合ってなかったしっていうのにもう3年前に気づいたから、まあ私のやりたいこととはちょっと違うかなと思いながら、まあこう活動してたんやけど、でもね、こうスタジオとかに途中から入ったやん。スタジオに途中から入ったりして、こう歌とダンスのねパフォーマンスのユニットで、それはめちゃめちゃ楽しかったんですよ。なんかね、これめちゃめちゃ難しいよね、ちょっと言うの。なんか結局そこでそういう人気とかその握手とかでしか決まらん部分ってあるし、ねえ、なんて言ったんやろ、ちょっとね、むずいな。そういう売り上げを握手とかのそういう売り上げをこう伸ばす力が私はなかったんやけど、っていうことですね、簡単に言ったら。でも私はこの活動 STU の活動めちゃめちゃ頑張ったし、もうもちろん歌とダンスも頑張ったし、なんてやれることはもう全部やったってぐらい頑張ったし、あとね、なんか自分にできることとかも考えてやってきたし、っていうね。でもね、ほんまになんかスタジオのさ、
スタジオの話ばっかりやんって。スタジオとか、あ、青と青いひまわりも、青いひまわりもとかもさ、なんかそういうパフォーマンス的なことができる、できてる時で してる間はめちゃめちゃ楽しいし、あーこれ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 って思いながらねやっとったので、それはね本当に楽しいし、ここを抜けるのはさ、寂しいですねって感じなんですけど、あとメンバーとかもね、メンバーとかとも離れるっていうのは悲しいですけど、だってメンバーにねこうやって会えたっていうね、あと メンバーとかスタッフさんとかね、これも書いたか公式サイトに、とかマネージャーさんとかね、と出会えたはマジで、もうめちゃめちゃこの人生で良かったことやし、だからね、まあそのそこから離れるっていうのはね寂しいんですけど、そうファンの方ともね、そう寂しいんですけどっていう。でもまあ簡単に言ったら、理由は簡単に言ったら、なんかその握手券とかお話し会の券とかでしかほぼ選抜が決まらんかったりするやん。そういう理由、それが理由かなって感じです。メンバーはね、何人かにだけ言っとった、ちらっと基本言ってないけど、そうだって、でだって選抜で、こう選抜に入らんと、こう私がやりたいような歌とダンスをさせてもらう機会も減るやんっていうのもあるし、やっぱ選抜こうあるけんね、青いひまわり、そうなんですよ、青いひまわりは みんなさ、え、青いひまわりがなくなるって思うやん、思うと思うんやけど、青いひまわりは続ける方向で一応言ってます。そのパターンあるんだって思ったやん、ちょっとね言ってみたら、で今その方向に受け取るでもね、決まってないんで、まだそのめちゃめちゃ詳しく決まってないんで分からんけど、だからそのなんか広島なの香川なの東京なの、これからどうするの、なんちゃらかんちゃらとかはちょっと分かりません、私も分かりません、舞台は出ます、そう、東京っていう選択肢、なんかさっきコメントでさ東京とかなんか来とったっけ、そう、そんな感じです。19歳なら結婚できるね、結婚しねえよ。